あの僕のフォロワーさんとかにもちょっとお声掛けしてるんですよ。おお。まあ一応ね、見てくれたらいいなって。ねえ、本当です。欲しいです。コメントもいただけたら嬉しいです。ですね、本当に。ね。そう。お期待しましょう。日曜日も海行ってたんで。ああ、海です、すごい。はい、はい、あのハーリー大会だったんで地元で。お、でもなんか沖縄らしいですよ、白かったらしいんじゃん。確かにそうですね。うん、皆さんがイメージしてるうちなんちゅです。うちなんちゅ代表ですね、沖縄代表。うちなんちゅ代表です。じゃあそろそろ始まるので、私が合図したらあのお願いします。はい、わかりました。了解しました。15時となりました、接客ビジネスを応援するプレシャスタイムのお時間です。私宮田恵子がお送りいたします。この番組は接客ビジネスの情報をお伝えしたり、ビジネスの世界で活躍する方々をお招きする番組となっております。東京よりズームでお送りいたします。皆様最後までどうぞお付き合いくださいませ。そして本日も素敵なゲストをお迎えしております。本日のゲスト様は、インスタグラムアドバイザーの白間まさきさんです。マッキー。はい、マッキーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。トミグスク在住です。はい。あります。後ほどお話をしっかり伺いたいと思います。そしてお相手は、はい、FM ギノア佐藤真奈です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。こちらの番組は、メッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginoan.com、 また YouTube とツイキャスで映像と音声を配信してますので、そちらもお楽しみください。それではまず CM に入っていきたいと思います。ありがとうございます。また CM 明け、ちょっと合図していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。これツイキャスって画面にコメント出てくるんですか？出ますね。はい。はい。お送りしておりますこの番組は、接客ビジネスを応援するプレシャスタイムです。お相手はまなちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして先ほどご紹介しました本日のゲストは、インスタグラムアドバイザーの白間まさきさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、インスタグラムアドバイザーというお仕事があるの知らなかったんですけど。はい、私もです。で、私もね、よく接客ビジネス
なんだっけ、あ、自分の仕事を忘れてた。接客の、研修屋さんなんですけど、そんな仕事があるんですかって結構言われるんですよ。はい。まあ、でも今は結構知られているかなと思うんですが、とうとうインスタグラムアドバイザーの仕事が、出てきたようで、興味津々なんですけれども、インスタグラムの活用について、様々な方面でご活躍なんですけれども、まあ、結構私たちも Facebook 世代なので、インスタグラムの活用方法が、今一つ分かってない。やってるけど分かってないとか、研修を私もやらせていただいていて、でもやっぱりその集客で、やっぱり今インスタってすごく大事っていうのは分かってるんだけど、お写真載せてどうやって集客できるのかっていうのが今一つトンチンカンな方がやっぱり多いっていう実際のところなんですけど、どうでしょうか、白間さん。まず、やっぱり、僕のちょっと経歴というか、なぜこの仕事やってるか、はいはい、まだちょっと走り出したばっかで、本当にぶっちゃけなところ、まだこれで飯食っていけるかっていうのは分かんないところなんですけど、ただすごい反応が良くて、やっぱり、SNS、インスタグラム分かっているけど、ちょっとやっぱ、ね、手がどうつけていいか分かんないって方、はいはい、いっぱいいるんで、話はどんどんいただくんで、いろいろ話してるんですけど、まず、ね、インスタグラム、難しく考えず楽しむだけでいいのかなって思ってるんです。で、っていうのは、僕もともと前職時代、とある酒造メーカー、青森の酒造メーカーの営業だったんですけど、で、そこから、やっぱりコロナ禍で飲食店がもう、軒並み閉めたりとか、そういったところで、ちょっとどうしようかってところで、2年前に SNS のそこのアカウントを立ち上げたんですね。じゃあ、たった2年前 ?2年です。2年、はい。やって、で、そこで、本当に、結果で言うと、まあ自分で言うのもあれですけど、半年で、もう青森業界皆さん、他のメーカーさん、ほぼ、SNS 展開してたけど、僕がお世話だった会社だけやってなかったんで、本当にもう、後ろですよね。ビリからのスタートで、うん、一応、半年で業界トップのフォロワー数作って、多いですね。当然やっぱその営業マンとか、その関係する方々のすごい協力があったんでできたんですけど、で、昨年末退職したんですが、その退職時にはもう、フォロワー数がもうダントツの、もう独走状態。フォロワー数作って、で、これでやっぱり、その、僕がターゲット圏外にしてたんですよ。はい、沖縄の青森飲んでる人ではなくて、はいはい、県外の缶チューハイとか、焼酎飲んでる人をターゲットに、しっかりターゲットを絞って、飲んでもらう前に知ってもらうっていうところに心がけてたんですよ。はい。で、知ってもらう楽しさとか、その延長上で購入するにつながるなと思うんで、接客も一緒ですよね。そうです。例えばね、お洋服もね、可愛いねって見ても、この色似合いますとか、サイズとかいろいろこういう着こなしとかいろいろ説明して買おうが購入につながるんで、それを全く一緒です。ただそれを SNS という空中戦でやるだけ。なんで、そこに、確かに写真とかあると思うんですけど、はい、裏を返せば皆さん写真のセンスめちゃくちゃあるんで。確かに。そこで同じような勝負しても勝てないんで。そうですよね。僕はもう特に勝てないんで、もう開き直ってます、うん、その辺は。逆に、キャラを前面に出して、ガンガン、例えば、文章力も、本当に語彙力ないんで、文章もこれでいいかって迷いながらだったけど、はい、もうぶっちゃけいくと本当に60点、70点でもいいから、とりあえず投稿しようっていう。まあ、あとやっぱり回数重ねていくと、やっぱりそれなりに良くなっていくんで。あとはしっかりその、やっぱ、あとは分析することですよね。とか、あと、似たようなアカウントを探して真似するとか。っていうところからのスタートがいいのかなと思います。同業者っていうか、まあ似たようなことをやってらっしゃる方がどういうふうにしているのかっていうのを見て、そう。惹かれるか惹かれないか。そう。で、あとそこからまたやっぱり、インスタグラムなんかもその、アルゴリズムって言って、この見てもらうための確率っていうんですか。
はい、いろんなワードがあって、それがどうやったら見てもらえるかっていうのがあるんで、そういったのを調べて発信してる方もいるんで、またそういったアカウントもチェックして、例えば、今一番わかりやすく言うと、ハッシュタグがあるじゃないですか。はいはい。昔はもう30個ぐらいブワーってつけて、いっぱいやってたじゃないですか。で、最近だと、ちょっと本当にちょっと前まで15、6個ぐらいがマックスだよって言われてたのが、うん、今も5個、6個でいいって言われてるんですよ。なるほど。逆につけすぎると、うん、このアカウントは何が言いたいのかっていうのが分からなくなって、例えば、僕がバスケやってるんで、バスケットっていうワードだけでいいのに、何かバスケット、スクールとかいろいろなバスケに関する近いワードを入れていっても、だからこの人何がしたいかが分からなくなって、だから検索から外れちゃう。結構あるんで、だそういったところのトレンドをちゃんと教えてくれるアカウントもあるんで、そういった方から僕はもう、調べたら大変なんで、そういったところをいくつかチェックして、そういったところから情報をもらって、でそこからまた自分の方に反映させていくっていうところ。この辺を、やっぱり企業さんが、一社員がここまでやるって言ったら、しんどいんですよ。うん、難しいですね、ただでさえ忙しいんです。うん。そう。だからその辺をちょっとお手伝いさせてください。アドバイザーとして、マッキー声かけてくださいっていうノリです。おー、はい、おー、そうなんですね。ただまあ、うん、お仕事につなげていくわけなんで、楽しみながらっていうところが、どうしてもその、遊びでやってて、仕事につながるっていうところの、そこの、ここはちょっと難しいなというふうに思うんですけど。なんていうのかな、もう今、やっぱり僕ら世代って、歯を見せて笑いながら仕事してる人なんか、ふざけてるとか遊んでるみたいな、苦しいことしてるのが仕事って空気あったじゃないですか。確かに。うん、今もそれ逆転してるんで。頑張ってるっていうのが。そう。そう。今それだと若い子入ってこないんで。うん。で、例えば、WBC の日本代表。はい。ちょっと前の大会、イチローさんとかいた時。前のやつね。あの時ってみんなも日本代表って背負ってから、うん、めっちゃ真顔で緊張してるような、もうあね、ほんと真剣勝負っていう空気だったじゃないですか。うん、やっぱハイライト見ても。はい、今の、今回の WBC、その逆だったじゃないですか。みんななんか楽しくやるとか。うん、なんか、ちょっと前まで楽しくやるのはふざけてるって叩く流れあったけど、今、逆に楽しんで何か、ね、大谷翔平選手もね、憧れるのやめましょうみたいな。はい、そんなワードが出たりとか、やっぱりもうニコニコ楽しみながらやって、あえて世界撮ってますから、ね。うん。すごかったですね。うん。仕事の現場もそうならないといけないと思うんで、で、僕はもう結構昔から、いろんな仕事をやってきたんですけど、全部ゲーム化というか、うん。やっぱどうやったら残業しないで早く帰れるかとか、遊ぶ時間の方が大事なんで。はい。ああ、なるほど。そうやって、ってことは、日頃の動きとかそういうのも全部行動をね、はい、工夫しないといけないんで、うん、そういった形で楽しむようにしたらやっぱ結果がついてきて、しっかりと。なんか、白間さんの性格あるかもしれないですよ。私ちょっと違うから分かんない。なるほど。そこはあるかもしれないです、僕は確かに。でも、上手なんじゃないですか、こう楽しく仕事をやるっていうのを常に考えているのが、すごいマッチしてるのかなっていうふうに思います、ね。あとはその方が、やっぱり、人が関心持ってくれるというか。うんうんうん。例えばね、僕なんか、ね、やっぱ僕今もう50手前ですけど、やっぱりもう会社で言ったら部長さんとか、はい、そういったクラスなんですけど、未だに髪伸ばしてね、こんな完封して。ね。落ち着きがないって言ったらそれまでなんですけど、うん、まあこういう人がいてもいいんじゃないっていうね、若い子が、ね、例えば佐藤さんみたいなね、若い子が見て、こんなおじさんいるんだって思わせば勝ちかなと。で、すごいキャラがドーンってこう。キャラですよ。はい。すごい、もう忘れないですね、白間さんを。そう。覚えちゃう。すごい大切ですね。で、今の時代ってそこが SNS で簡単につながるんで。おー。じゃあ、SNS でもキャラを、まあ、
出していくってことが大切ってことですかね、うん、もう、うん、手としては大事だし、僕はそれで結構その数字伸ばしたんで、あ、なるほど、僕はキャラを出してるけど、まあ、いろんな方法ありますよね、うん、これをやっぱりそのクライアントさんとかその担当さんとちょっとやっぱり打ち合わせっていうのは、僕はおしゃべりしながらいろいろ引き出して、うん、こうした方がいいんじゃんとか、はい、でそこにやっぱり肩の力入りすぎずに、やっぱ継続して投稿することがまずは大事なんで。ああ、そうなんだ。うん。だからやっぱちょっとこう、キャラを出すっていうことは、楽しんでるっていうのがわからないと、無理やりキャラ出してるみたいな感じにならないようにしないといけないですよね。そう。インスタだから。その方の性格とかもやっぱあるんで。そうですよね。例えば、ね、あの文章も丸で終わるのか、絵文字で終わるのか、印象変わってくるじゃないですか。はい、確かに。まあ、そういったところでいいと思うんですよね。うん、うん。なんとかです。なんとかですっていうよりは、共感を得るために、なんとかだよねとかで締めたりとか。うん、うん。そういう、そう。なんかエンドユーザーさんとの距離を近づけるのがやっぱり、うん、いいのかな、と思います。うん。結構ツイキャスでコメントがいっぱい来てるので、ちょっと紹介いたします。はい、ケンジさんから、マッキー、さすがキャラ勝負なんですね。そしてパクリですね、はい、言葉悪いですが。なるほど、ハッシュタグはつけすぎるとダメなんですね、勉強になります、ということで、うん、はい。そしてひふみさんからも来ています。はい、初見ごっくんちょおじさんです、ということで、そのアドバイスは、あ、先ほどね、白間さんが言ってたそのアドバイスは DM とかで聞くのですか、ということで、調べるっていうのは質問したりするんですか、その投稿してる人に。は、僕はあんまり質問はしてなくて、あ、こういうやっぱね、ウェブ上っていうのは本当の情報もあれば嘘の情報もあるので、とりあえず、はい、そのこういう情報があったらこれに対してもっとどんどん検索で調べていって、うんうんうん、そこから、あ、その同じような投稿が増えれば、はい、あ、これ本当だっていう判断。で、あんま聞くのは早いと思うんですけど、はい、ちょっとやっぱり同業他社で聞くって形になるんで。あ、なかなか難しいですね。ちょっと、うん、ちょっと難しいですよね。わかるわかる。そう。そして、ケンジさんが、なるほど、楽しむ、笑顔、重要なキーワードですね。さすがです。マッキー、キャラすごいです。キャラマーケティングの時代ですね。って、あ、キャラマーケティングって面白いですね、言葉。本当ですね。うん。うん。そして、ひふみさんは、え、確かに仕事に遊び心が加味すると、イマジネーションが広がりますね。おお。本当にその通りです。いや、本当その通りですね。イマジネーションが出ましたよ。ねえ。いやー。だって、マッキーの、この、今日はほら、ズームなので、はい。はい、肩まで見えるので、めちゃくちゃキャラがあるのがすごくわかる。本当ですか。黒いだけじゃなくて、サービスつけてこようかなとおっしゃって、それぐらいやってるのかな。一応48歳なんで。やりすぎずね、はい、忘れてた。じゃあどこで誰が見てるかわかんないんで。あ、本当ですか。はい、そしてなんかね、事前にね、事前打ち合わせの方で、ね、パーラーのお話が出てましたが。あ、そうですね。ぜひご紹介。そう。紹介させてください。ちょうど僕が今アカウントをちょっとお手伝いしている、うん、技能の前原十字路。はい。の、58号線向けに行ったところ、左手に餃子屋さんがあるんですけど、はい、無人販売の、はい。そこの2軒隣、バス停前に、ハーティーハーティーっていう、ちっちゃいパーラーがあるんですね。ハーティーハーティー、かわいい名前ですね。はい、そう、黄色がメインで、ロゴもかわいくて、はい、でそこは、スムージーと焼きたてメロンパンと、あと、オリジナルのスープと、あと、このハーティーハーティーさん、その、会社の事業としてこれやってるんですけど、その事業の一つで、契約農家さんからお野菜仕入れて、いろんな店舗さんに卸す仕事もしてる事業部があって、そこで選別漏らした野菜を販売する。それを使って、スープを作る、スムージーに素材するっていうお店なんですね。おー。で、
まだオープンして2ヶ月弱ぐらいだと思うんですけど、あのもうすでにあの新聞社さんからも取材受けて、実は本当にいいタイミングなんですけど、昨日あの沖縄タイムスの副読誌、ホームプラザさんにあの県産品の特集があって、そこでハーティーハーティーさん持ってて掲載、なんか取材があったらしくて、はい、掲載されてて、だから昨日の夜から今フォロワーがどんどん増えてるんですよ。すごーい。すごいね。で問い合わせも増えてるらしくて、まあ、そのなんかこう普通にこう落とされる野菜を捨てないでその商品化するっていうところは本当に今の時代にマッチしてるなっていうふうに。そう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 、あの全然しかも安く買えるしですよね。うん、であの全然ちょっと形がねサイズが違うとかそういうレベルなんで味に支障は全然ないんで、ねえ、なんか先ほど聞いたらねゴーヤもとっても安いということで、あそう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 、昨日2つ入って180円とかあんぐらいだったんで、すごいですなんか半額並みのねえ、みずみずしかったし、へえすごい。そうで、あとあのゴールドバレルってパインわかりますか？あ、はい、はいはいはい、あれも初めて聞いた私、冷蔵めっちゃ欲しいですよ、冷蔵庫から買ってください。このぐらいのサイズ、30センチ弱ぐらいのちょっとちっちゃいやつですけど、はい、1玉500円です。おお。店頭価格。もう売ってたんですか？めっちゃ売ってた。へえ。めっちゃ美味しそう。めっちゃ甘くてもう果汁たっぷりで甘くて美味しいんですよ。宮田さんこれぜひハーティーハーティーさんでギフトで注文してみてください。はい、あぜひ。マジでおすすめです。通販とかもやってるんですか？あ、今回夏のギフト、夏ギフトであるんですね。はい、はい、ゴールドバレルとか、はい、あとドラゴンフルーツとか、はい、でそういったのもやってますんで、ぜひハーティーハーティー、ハートアルファベットのハートに最後に Y が入る、ああなるほど、ハーティーのハーティーハーティー、それが2つでハーティーハーティー、黄色いアイコンのアカウント欄でぜひチェックしてみてください。わかりました。ギノワンということで、はい、ギノワン皆さん、はい、行かれてください。本当にここパンも焼いてるんで、もともと料理人のスタッフがいて、メロンパン、焼きたてメロンパンとか、あとここで取り扱いしているもちっこバナナっていうめちゃくちゃ甘いバナナがあって、はい、もちっこバナナ、かわいい名前、かわいい本当、これめっちゃ甘いんですよ、これのスムージー、じゃあなんかちょっともちもちした感じなんですか？はい、本当に、マックの、あれがあるじゃないですか。何でした？スムージーじゃなくて。シェイク。マックシェイク。マックシェイク。あんな感じで、ずっとあれが残ってる感じです。ずっと入れたての状態で、はい。もともとやっぱ粘りのあるバナナなんで、はい、で、砂糖も入れなくても全然、甘い。飲んでみたいな。いやこれマジで、はい、佐藤さん今日仕事終わったらすぐ行ってね。そうですね、ちょっと宮田さんに感想を聞いてほしいマジで。で本当にこのアカウントを通して県外からもう2人来てますよ、はい、すごい。先週はい、愛知から、はい、愛知からアカウント見てきましたって方が2人。うわ嬉しい。いいですね、うん、お店の方はそれ聞いてびっくりして連絡来て、うん、嬉しい連絡ですね。はい、だやっぱりこういったのをやっぱり少しずつ積み重ねていくとやっぱり情報量が全国に行くんですよ、うんうんうん、で今やっぱオンラインショップとかそういう売り方がいっぱいあるので、はい、そういったところで売り上げを上げていくっていうところ、おでやっぱり新入社員もそうですけど入って2日目で戦力にはならないんで、はい、やっぱ1年ぐらいね育ててやっと戦力って感じなんで、うん、アカウントも一緒で1年ぐらいいろんな試行錯誤しながら投稿続けていって2年目ぐらいから売り上げにつながってくるっていうイメージで気長に楽しめば、うん、きっといいのが作れると思うんで。なるほど、はい、まあ、楽しんでいる自分たちが楽しんでそれを投稿に移して、うん、そのどういう こう気持ちでやってるかとかっていうのを写真とか言葉で表すっていうから始めるっていうことですよね、うん、やっぱインスタグラムの、ね、理念がやっぱりそういう楽しいものとあなたをより近づけるっていうツールなんで、うん、なるほど、そういうところをやっぱりうまく使っちゃえる、しかも基本無料ですからね、そうなんですよねそう
そこが大事ですよね。そう、うん、確かに。ただそこがしんどかったらお声掛けいただければ、ラッキーに。なんかね、まずはちょっとおしゃべりしながら、はい、やってみようってところで、はい、あのマッキープランニングってね。なんかここの中に、あの、まなみちゃん入れてもらっていいんですか？なんか、あとの、はい、Facebook、なんだっけ？あ、ぜひ。どちらのがいいですかね？あの、なんて検索すればいいですか？マッキーさんの。インスタグラムで、はい、マッキープランニングってあるんで。おー、わかりました。はい。そこまずちょっと、はい、探してみてください。顔出してますんで。あ、じゃあもう今日顔覚えちゃうから大丈夫ですね。多分、アイコンは、もうちょっと色白いです。あ、そうですね。で、昨日海に行ってきたって言われてたからね。さらに、うん、はい、確かにそうです。そういった形で、うん、楽しみましょう。はい、そうですね、ぜひ続けることが大切ということで、ね、その先だと思います。写真とか、うん、ハッシュタグとか、うん、そういったのはもうその先にあるやつなんで、やっぱ続けてこうずっとやり続けないと効果はやっぱり何事も一緒ですね。そう多分本当に接客業も一緒で、接客業ってやっぱリアルに対面でやるからやっぱり地上戦なんですよね、はい、SNS はもうそれを空中戦でやらなくなる、うん、でも両方だけですよね今本当に、うん、そうで両方やってると強いですよね。例えば今、うん、県外 の, ジーンズでしたメガネ屋さんとか美容師さんとか、はい、ニュースで見たけどフォロワー1000人以上の人を募集とか、もう来る社員がもうタレントか、例えばじゃあ僕がちょっとしたインフルエンサーだとしたら、僕が美容師さんになりましたって、そのファンがもうお客さんとして来る可能性高いんですよ。確かに、もうそういう時代なんで、両方うまく現場と空中戦うまく使い分けた方がこれからの働き方なのかなと思ってます。なるほど。時間がそろそろ20秒前となってしまいました。あっという間に。やっぱ、あっという間ですね。最後に、はい。マッキー、最後に、シロマさんにとって、インスタグラムとは、お一言で。はい。やっぱり、人と人をつなぐコミュニケーションツールですね。なるほど。またお呼びしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、あっという間に。今日はありがとうございました。ありがとうございました。